はい、皆さんこんにちは。いつまでもバイクでチャレンジチャレさんです。イエイイエイ、 CB だぜ CB だぜ CB だぜ、3回言いました。大事なことです。はい、もう大好きな CB 乗ってます。はい、いろいろね、プライベートな生活の中においてはちょっとなかなかバタバタとしておりまして、思う存分バイクに乗れないわけではございますが、はい、その中でもね、はい、こうして、CB750F、はい、40年来の相棒に、こうして乗って気晴らしができて、気持ちよく山の中をワインディング、たとえ1時間であっても走れるっていうのはね、幸せだなと思います。はい、という感じで、はい、今日はですね、久しぶりに CB に乗ってまったり流しているので、まあ、タイヤの皮むきに出てきただけなんですけどね。はい、まあそれでもせっかくなので動画を回そうということでですね、今日は雑談トーク的な、はい、お話をしようと思います。テーマ、はい、人はというか男はというかライダーはといいますか、はい、人との別れをね、バイクが癒すというお話をしてみたいと思います。なんじゃそれっていう話ですよね。まあチャレさんはもう還暦過ぎてるんで、今までね、その普通にやっぱり人との出会いや別れを繰り返してきています。はい、若い頃はね、例えば恋愛で失恋をしてとか、はい、彼女に振られてとか別れてとかでもあるでしょうし、わ、こんなとここんなグランピングあったっけ、すげえな、まあいいや、ね、そういうこともあるでしょうし、そのまあもちろんチャラさんも20代の時ね、彼女がいて別れてっていうのをやりましたよ。その悲しいよね、辛いよね。この間まで毎週一緒に遊び行ってた人が急に遊び行ってくれる人いなくなるわけだから、はい、そういう時ってどうしてましたって話なんだけど、例えばもうチャラさんの場合はバツイチなんで離婚もしてるんですね。ただ奥さんいたのが急に奥さんいなくなりました。はい、今まで奥さんとドライブとか行ってたのに、その休日どうしてましたって、どうやって過ごしましたみたいなのとかね、あるでしょやっぱり。はい、あれってね、やっぱり今までいた人がいなくなると、お別れする時にはエネルギー、付き合う時もエネルギーいるけど別れる時もエネルギーが必要で、で別れた後立ち直るのにもエネルギーっているんだよね。でなんて言うんだろう、2人だったものが1人になった時っていうのは、意外とさ、こう心の中ではそのサバサバしてるようでもしてないのよ。例えばさ、結婚してました、奥さんいました、いつも一緒にベッドで寝てました、で別れました、1人になりましたって、ベッドを真ん中で1人でボッダーンのうちになって寝れるかっていうと、気がついた端っこで1人分のスペースを残して寝てるのね。そういうことって普通にあるからね。まあそういう感じで言うと、まあもちろん彼女もと別れたとか奥さんと別れたとかそういうのもあるんですけど、まあもちろん親父親との死別とかもありましたし、今回は母親との死別もあるんじゃないかと思ってかなりビビっちゃったチャルさんではあるんですけど、まあ母親が一番答えたね、答えてねっていうか、まだ生きてるからありがたいんだけど、いなくなると思うと一番答えるなと思ったのは母親だったね、やっぱりね。なんでだろうね、やっぱね、こう男の子にとって母ってやっぱり偉大なのかな。やっぱ答えたな、やっぱ母の無償の愛の深さ大きさを身にしみて年取るとわかんだろうね。その人がいなくなるっていうことに対しての恐怖というか、やるせなさというか、受け入れがたいものがあったもんね。まあ今でも受け入れられてはいないんだけど、まあできるだけね、長く元気でいてよって、親孝行させてよっては思ってますけど、はい、まあそういう
人との別れがやっぱりあるじゃないですか。でその中でね、例えばその、まあ、僕のようなオートバイや車が好きな人間はすることねえなくなったなーって、今まで何してたんだっけって言った時に、まあ、ブラッとこうバイク乗ったりドライブ行ったりとかするんだと思うんですよ。でもね、車ってさ、僕の経験上の話だけど、それまでそのとこに助手席に、その車の助手席に人がいたわけ、それがいないわけ、一人で運転してるわけ。これね、結構ね、寂しい。で、ところがバイクは、まあ、後ろに乗せて走ったりとかね、その彼女をタンデムでどっか行ったりとかね、その子もバイク乗る人だったら、もしもその一緒にツーリング行ったりとかね、その2台で、ね、行ったりとかね、 あるかもしれないけれど、基本オートバイってこういう状態じゃん。一人で乗ってるし、後ろ見えないじゃん。なので一人になったことを実感して寂しさを感じることなく、寂しさを感じないわけじゃないな、寂しさは寂しさであると思うんだけど、その一人でこういう風景で乗るものだという、乗り物だという前提で乗ってるから、一人ぼっちになった瞬間のこの気の紛らわし方としては、オートバイってほんと最適なわけ。でこう風景、風とかね、風景とかね、いろんなものとの対話というかがあるじゃない。まあ、今は最近でこそさ、その音楽聴きながら走ってる人もインカムとかね、そういうのをこういうやつと、ね、ペアリングさせて音楽聴きながら走ってる人も多いし、バイク乗り同士でもインカム同士でわちゃわちゃ喋りながら走ってる人も多いとは思うんだけど、まあ、それがまあ今の普通になってるよね。だけど僕らの時代はそんなものもないから、こう何もなくこうバイクの音とか風とかいろんなこう自然のものをだけがこう BGM でこう走るのが常だから、そのこの一人の時間がかなり自分をこう癒したり、こう復活させるためのエネルギーに変えてくれたりしてきたなって思う。でご飯とか食べに例えばどっか泊まらなくちゃいけないじゃん、ツーリングとかでも。あれがさ、一人になる前は全然億劫じゃなく、精神状態が普通の時ねは、美味しそうなお店からそこ入って食べようって入れるんだけど、誰かと別れたりとかして一人になった時っていうのは、一人でお店に入って一人でご飯食べるのが苦痛なわけ。そうするとね、ずっと走りっぱになるのよ。で、ああどっかで気がついて腹減ったと思ってコンビニでパン買ってたりとかしてんの。そういうのってわかるかな。そこまでね、こうなることってめったに人ってないんだけど、で僕の場合、そのこいつ40年ぐらい乗ってるじゃないですか。大学4年生の時から乗ってるんで、そのもう62歳ですからね。だからもう40年ですよ。40年乗ってるんで、大概の僕の人生の中での出来事、いろんな苦しかったこと、辛かったことはの後することなくて、こう気晴らしに全部こいつが付き合ってきてくれてたので、このシートに座り、このハンドルを持ち、このメーターを眺めた風景で全部解決してきてんの、すごくない？
バツイチ離婚した、離婚してバツイチになった時もそうだしさ、おやじが死ぬって分かった時もそうだったしさ、もうガンだったんだけどね、まあもう随分前ですよ、だけどとかもそうだったしさ、彼女と別れて後ですることなくなったと日曜日もこいつ乗ってたしさ、それまでさ、あのバイクなんてさ、そのデートの道具にはならんわけで、車じゃないとね、どうにもならんから、ずっと乗らずでほったらかしてて、車検切れても知らんみたいな感じになってたのが、彼女と別れた瞬間に車検取って乗ってたみたいな、うん、どういう君どこ行ってきたんて、浜田、は、一人でかみたいな、そうですみたいな。いや、ほんとほんと。だからそういうのって、ね、この人が全部背負い込んでるでね、俺の心の声、寂しさ。で、今回さ、母親がさ、もう、先生にさ、病院の先生にさ、もうダメみたいな言い方されてさ、俺もう本当落ち込んじゃって、へこんじゃって、いやもう仕事手につかなくなっちゃったし、いやもうどうしようってなってさ、もう CB どころじゃなくなって、いや本当こいつには怒られるかもしれんけど、すぐやきもち焼いたりすんたりするんだけど、だけど、いやもうでもね、ごめんねってシビちゃん。もし母に何かあって、その後で、俺立ち直るためにはお前いないと俺立ち直れんよってこれコペンとかじゃ無理って思ったもん。モンキーでも無理って思ったもん。やっぱね、愛車、愛車ってそういうもんだよね。ね、ほんとね。いや、そういうね、やっぱりこう、バイク乗りってやっぱりバイクじゃないと癒されないというか、バイクによってこう立ち直れるものってあるよね。特に人との別れの後はこういう一人でのんびり流しているのって結構なんだろうな、こう立ち直れる元気や勇気を、うわーコスモスだよ、もうこんな季節なのか、コスモスが咲いてる季節なのか、いや写真撮りたかったな、 U ターンしようかな。はい、バイクはね、そういう意味で言うと、そういうのをなんて言うんだろう、本当に愛車って言うんだろうね愛車に、救われるっていうことなんだろうね、っていうふうにもう本当しみじみ思いますもん、まあ、皆さんもね、それぞれにそのバイク乗ってる方が僕のやっぱりチャンネル登録者には多いと思うので、それぞれに愛車をお持ちだとは思うんですけど、愛車に癒されてますか？まあ、癒されるようなことがあっちゃいけないこともあるけどね、ハッピーならね、そんなもんいらないんだけど、でもハッピーな時はハッピーな時でこいつで楽しい思いしてるからね。まあそういう、その辛い時も楽しい時も、そばにいる相棒なんだろうね、オートバイってね。これね、まあ車が好きな人はそれが自動車だったりするんだろうけど、助手席に乗ってた人を思い出すのが辛いんだよね、車って過去に乗ってた車とかさ、そのたまに YouTube とかで見るわけ。そうすると、あれ面白かったな、いい車だったな、乗りたいな、またって気持ちよかったなって思うんだけれどさ、そのやっぱりその人と一緒にあちこち走ってドライブ行ってたことも一緒に思い出しちゃうわけ。もう思い出したからって別にもう辛くはないよ。その年数も時間も経ってて、その未練がたっぷり残ってるわけでもないですからね。だけどその人は元気にしてるかなとか、幸せになってるかなとかぐらいは普通に人として思うでしょ。
ね、そういうのって振り返れちゃうから、助手席がある乗り物ってあんま僕はダメかな、やっぱりこのバイクの方がいいなって思っちゃう。うん、まあその人にとって考え方とか受け取り方とか感じ方はバラバラなんで仕方ないかな。うん、まあ僕の場合はこうやってその CB に全部癒されてきました、40年間っていう話でございます。はい、なんかしょうもない話したね。うん、ということで、はい、今日の雑談トークはこの辺にしましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。